ニコ吉はちょっともう少し小さいターン練習したいんだな。いつの間にかスピードがなくなっちゃうから、気足も少し緩めて中へ切って気足の外線を切っていくっていう、もう少しアウトかかるといいね。このフルスパンがね、このアウト、こういうエッジがかかればいいけどね。まだ外線、外反が甘いと思う。足首の外反が甘いと思う。ここね、ここのアウト、こことアウト、ここのほら、これ来た。曲げようなんて思わないでサイドカット、そうこっちの方がいいよ。おー、こっちダメだ。ニコ玉、ほらニコ玉、ニコ玉こっちしっかり角付けしろ、角付けしっかり。足首の軸で倒せないんだから、足首で。遠心力引っ張るっていうね。少しウエイト乗せて、こっからセットアップしてから乗せて、セットアップして乗せろ、もっとギュー、内足のアウトの角度もう少し出さなきゃダメだよ。ニコタン返すんだぞ、前に抜かないで。
キーが角外れる方にこう返していくわけ。こう右側にこう落としていく体、今度左側に体を落としていくの、ね、もう少し思い切って重心移動して角度を少し出していこうかね。ちょっと半吉じゃなくてなんだ、二個吉は中シフトしすぎか。もうちょい外軸の方に寄せろ。立てて立てて、返してすぐ返して、うねうねって、ほら同じ量同じタイミング外内で動かしちゃダメだよ。ほら内足の外反もうちょっとしっかりやってから、そこから上行こう、下げる。最後腰下がんないように、潰されないように抵抗しろよ。ケツ下げ、スキーに近づいてこう荷重かけんだよな。エッジから腰までの距離変えないようにして。お、ちょっとスキー推進してきたな。よし、もう少し押し返さなきゃダメだ。スキー側が力持って中に沈んで、力溜め込んでリリース、溜め込め、ガー、ほら緩斜面プッシング、ただ乗ってちゃダメだぞ。高いよお前、やる気あんのかお前。やる気ある、全然ダメだよ光。ニコタン、あと何あるかな。まあ特にないんだ。あのさ、一個問題はあってさ、あのなんとかなんとかなんとかってところでさ、火山のもう少し回転高ね、ぐーっと回転率上げて押し込んでって、スキープレスして回転率上げる。ほらスピード止まるでー。最後胸止めて、こう内足のアウトでステップするような感じになんないようにね。もっとかけなきゃダメだよ。ウェイト、ペラ乗りダメだぞ。昨日よりいいか。振り出し大きくしたね。うえい。腰の回線もう少し使って、ヒョンヒョンヒョン、削れもっと、1スキーもスワーッと、1スキーのアウト、1スキーのアウトも削れ、ヒョンヒョン。
らテロってんだ。運動方向ねじれると腰が外向きに向くと切れないと。腰がちょっと外向くね、こっちね。ねじれんなよっこ。おい。いやー、硬いののバンクで止まってる感じだね、かろうじて。キュンキュン。お、ちょっと上手くなったじゃん。あ、行けもいいよ。いいよ。